家族だ。起きてよ。まだ死んじゃダメなんだ。やってもらうことがある。ここはどこなんだ。どうなってる。ようやく起きたの、寝ぼすけさん。夕食の時間だよ。なんだ、誰だお前は。ミアはどこだ。食べな、美味しいんだから。このバカには何言ったって分かりゃしねえ。ルーカス、何やってんだい。何すんだよ、あんな勘弁しろよ、親父。あいどうでもあると好き嫌いはいかんぞ。夕食はちゃんと食わんとさあ食うんだ。ちゃんと食わんといかんぞ。食えよ、ほら食うんだよ。大根のクソ野郎が吐きやがったよ。ジャック、こいつらうるせえぞ、バレット。せっかく食ってやったのに。ああ、なんだよ、ふざけやがって。あのクソ野郎許さないよ。せっかく私が作ってやったのに吐きやがった。こいつは我々にはとっておきのごちそうでな。わかるか。さあ行くぞ。クソ、邪魔しやがって。またあの札が来やがったんだ。こんな時にクソが。すぐ戻ってくるから。
だディナーが終わってないのに出ていくつもりか。ちゃんと言ったはずだぞ。これ以上俺をバカにするなよ。虫キャラみたいに踏み潰してやるぞ。へーへー、マーガレットに聞かれちゃまずい。楽しくてやめられねえな。俺は年寄りなんだぞ。こんな年寄りにも勝てんのかい。どこにいるんだ。隠れてないで出てこい。おお、お前の匂いがするぞ。見つけたぞ。テーブルをどうしてくれる。勝手にしろ。もう知らん。さんはどこに隠れた？すぐに見つけてやるからな。で、見つけた後は。見つけた。もう少しうまくやらんとな、イーサン。
もう逃がさんぞ。俺も暇じゃないんだよ、知ってるだろ。分かったよ、そこで縮こまってな、後で捕まえてやっからよ。ゾイだな。あいつらは一体何なんだ。死にたくなかったら黙って聞いて。その屋敷から出ないとメインホールから出られるかも。分かった。あと腕のはコデックスっていうのなくさないで、大事なものだよ。何なんだこいつ。
っちだ。おいお前、おいこっちだ。おいおいこっちだ。おいお前、開けてくれ。頼む、助けてくれ。ちょっと落ち着いて。あんたここの人間なのか、つまりこの家に住んでるのか。俺が？そうじゃない、違う。そうか、実はこの辺りで失踪事件があったと通報を受けてね。それどころじゃない、ここから出たいんだ。まあ落ち着けって。俺の話を聞いてくれ。この家のイカれた奴らに殺されそうなんだ。そうか、じゃあ言わせてもらうが、そういうあんたこそあんまりまともな人間には見えないぞ。ふざけないでくれ。いいか、さっきも言ったが、この辺りで失踪事件が頻発してるんだ。疑ってるわけじゃないが、あんたみたいなよそ者が関わってないともまだ言い切れないからな。分かったよ、何でも話すから。よし、分かればいいんだ。じゃあガレージがあるだろう、そこで話そう。待ってくれ、その銃を貸してくれ。あんたどうかしてるんじゃないか。なあ、保安官。保安官補佐だ。保安官補佐、どっちがいい。俺を新聞の死亡記事で見るか、助けて一躍ヒーローになるか。ポケットナイフだって。ああ、持っていけ、これで十分だが。ほら、さっさとガレージへ行け、今すぐ。ナイフでどうしろってんだ。
こんなとこ早く出よう。いいか、まずこんな夜中に一人で何をしてるのか説明しろ。俺が？あんたもだろ。俺は仕事だ。いいか、本当のことを話すんだ。質問に答えろ。言っても信じるわけないさ。答えろ。おい、シャッターを閉めるな。やめ、待て、閉めるんじゃない。よせ。仕方ない、お前もここで殺してやる。お前に殺されても俺は何度でも生き返ってやるぞ。どうしたんだ、玉切れか。お前にはもう何もない。おい、こんなとこ早く出よう。いいか、まずこんな夜中に一人で何をしてるのか説明しろ。俺が？あんたもだろ。俺は仕事だ。いいか、本当のことを話すんだ。質問に答えろ。言っても信じるわけないさ。答えろ。おい、シャッターを閉めるな。やめ、待て、閉めるんじゃないか。よせ。仕方ない、お前もここで殺してやる。俺は年寄りなんだぞ。こんな年寄りにも勝てんのか。ちゃんと楽しんでるか。いや、お前じゃない。俺が運転してやる。さっさと逃げた方がいい。おい、こんなとこ早く出よう。いいか、まずこんな夜中に一人で何をしてるのか説明しろ。俺が？
あんたもだろ。俺は仕事だ。いいか、本当のことを話すんだ。質問に答えろ。言っても信じるわけないさ。答えろ。おい、シャッターを閉めるな。やめろ。待て、閉めるんじゃない。了解。仕方ない、お前もここで殺してやるとしよう。俺たちで。おい、いいね。一緒にドライブを楽しもうぜ。何してる。やめろ。やめろ。しっかり見ておけよ。今から面白いものを見せてやる。マジかよ。